1657年3月24日誕生。明暦の大火の翌日に生まれる。3歳で儒学を書写、16歳で中江藤樹の翁庵問答を読む。父が当時の藩主、土屋直樹に逆らい、家を追われる。1683年、大老、堀田正敏に仕える、六代将軍。徳川家宣からお抱え儒学書として大抜擢される。蕎麦用人の真鍋秋房と共に徳川家宣を補佐する。彼の功績、荻原重秀追放、貨幣改鋳、武家諸法度改定、生類憐れみの礼廃止、という幕府の財政立て直しをした。聖徳の治と呼ぶ、六代将軍徳川家宣、七代将軍徳川家継が亡くなり、八代将軍徳川吉宗の時代になる。吉宗は、聖徳の治の法令を廃止したが、正しいものは生かした。彼は、隠居後、折りたく芝の木など、執筆活動をした。1725年帰らぬ人となりました。彼は誰？